毎度毎度、本日も頑張れるや、マヒルヤシコ、セレにお届けとしましょう。シンコペーションとは、シンコペーションとは裏打ちという意味でございます。203連も指替えもゆっくり練習すれば弾けるようになります。フラット2つは変な調調、平行調は